ダニエル・アーピン、ダン・ラザー・ジュニアは、アメリカ・テキサス州生まれのアメリカ人、ジャーナリスト・ニュースキャスター。AP 通信記者、ダラス・ロンドン・サイゴン特派員を歴任した後、1966年にホワイトハウス担当記者。またこの間、60ミニッツ特派員を兼任する。1981年3月9日に、ウォルター・クロン・カイトの公認として、 CBS イブニングニュースのアンカーマン編集長に就任。2003年にはサッターム・フセインの単独インタビューに成功する。2004年アメリカが衆国大統領選挙中に現職大統領のジョージ・ W ・ブッシュの軍歴詐称をスクープし大反響を呼ぶ。しかし、詐称の証拠とされた文書が偽造されたものであることが判明し番組内で謝罪した。 その後の社外調査の結果、報道内容が公正さと正確さを書いていたとの結論が出され、CBS は報道部門の幹部4人を解雇するとともに、ラザーとも番組の契約を公開しないことを決定。2005年3月9日、事実上の降板に追い込まれた。2006年6月、契約をめぐる CBS 側との交渉の決裂によって CBS を退社し、 ケーブルテレビチャンネルの HD ネットで週1回のニュース番組のアンカーマンを務める。2007年、問題の責任を転嫁されたとして CBS に7000万ドルの損害賠償を求める訴訟を起こした。2015年、この事件を映画化したニュースの真相が公開。ラザー役はロバートレッドフォードが演じた。ありがとうございます。